斉藤ゆかりさんは惜しくも優勝を逃しました。このブダンソン国際若手指揮者コンクールは2年に1回開かれていて、若手指揮者の登竜門とされています。3人が競った決勝で、32歳の斉藤さんは観客が選ぶ観客賞と楽団員が選ぶ楽団員賞を受賞し、嬉しかった、とても励みになりますと話しました。斉藤さんは小沢さんから教えを受けたこともあったということです。優勝はアメリカの23歳のジョナサン・ヘイワードさんでした。以上 HBC ニュースでした。続いて HBC ラジオ道路情報です。はじめにシルバーウィークに伴う渋滞状況です。札幌市内の国道230号線は、洞爺湖に向かう車線が南区小金湯付近を先頭におよそ3キロ渋滞しています。一方、高速道路の車の流れは順調です。ただ雨のため、道路上は札幌インターと恵比寿西インターの間で最高速度が80キロに制限されています。峠の状況です。札幌近郊の中山峠など道内の主な峠道は晴れまたは曇り空で、路面は乾いています。以上 HBC ラジオ道路情報でした。続いてお天気の情報です。まずは警報です。現在大雨警報が市狩中部、尻別市陽平山麓、尻別市西部、上川北部、留萌地方、洞爺北部、そして地域レベルに出ています。今後も十分警戒してください。今日これからは天気の急な変化に注意が必要です。太平洋側を中心に晴れ間の広がるところが多くなりますが、局地的に雷を伴い非常に激しい雨の降るところがあります。日本海側北部では1時間に50ミリと非常に激しい雨が、日本海側南部とオホーツク海側では1時間に30ミリと激しい雨の降るところがあるでしょう。低い土地の浸水や土砂災害に警戒し、落雷や突風、雹に注意してください。海の波は太平洋側は2メートルとやや高く、うねりを伴います。日本海側とオホーツク海側の海域は1メートルと多少波のある程度です。以上、この時間のお天気の情報でした。伊丹車両あるよ感謝祭のお知らせです。9月19から23日の5日間、店内のセール対象商品が今ついている価格からなんと全品 50% オフ。あの欲しかった愛車のパーツも 50% オフ。見逃せない半額の5日間です。詳しくは今すぐ伊丹車両のホームページで。今日のオンリーゲート、突然です。
このコーナーはゲストの方に1から20までの番号をチョイスしていただき、その番号の質問に絶対に答えていただくコーナーです。ヤスさんと山根あゆみちゃんが質問するよ。どんな質問が出ても怒らないのね。ではまず自己紹介お願いします。トクマジャパン、アトさん、ゆうこです。よろしくお願いいたします。お手柔らかによろしくお願いします。キュンとくる異性の仕草、そうですね、キュンとくるなってみたい仕草なんですが、一度壁ドンやってもらいたいです。やってもらったことがないので、そうしたら多分キュンとくると思うんですよ。いつか壁ドンやってください。はい、次の番号を選んでください。18番です。あの時はごめんなさい、エピソードを教えてください。あー、そうなんですね、あの時はごめんなさい。お母さん、実は高校生の時お弁当を食べながら購買部でバンカーいました。だから2回食べちゃいました。ごめんなさい、お母さん、お弁当も美味しかった。ありがとうございました。最後に PR のメッセージ、そして曲紹介お願いします。今日はですね、モンスケちゃんと食べれて、そしてヤスさん、山根さんとこうしてお話ができて、すっごく楽しいお時間いただきました。ぜひまた花火ラジオの皆さん、お便りいただければ嬉しいです。ではまたお会いしたいと思います。6月10日に私、あずさゆうこ、新曲出ました。とっても素敵な曲です。聴いてください。私、あずさゆうこで、おかえり。